県内では新型コロナウイルスの新たな感染者ゼロが17日間連続となりました。県の休業要請はすべて解除され、商業施設は対策を徹底し本格的に再開しました。午前11時です。新静岡セロバが1ヶ月ぶりに営業を再開しました。で、待ち望んでいたお客さんが今続々と店内に入っていきます。静岡市の新静岡セノバは今日営業を再開しました。エスカレーターは間隔を空けて使うよう呼びかけ、接客では透明な仕切りを設置するなどの対策をしています。やっとこの日が来た、迎えられたっていうところで本当に待ち遠しかったです。やっぱりショッピングって楽しみがあるので、見るだけでも楽しいので、結構にぎやかで楽しめていいなと思いました。独自の対策をする店舗もありました。やはりお客様と対面することが多い職種でございますので、マスクだけではなくてフェイスシールドを用いることによって、より感染拡大への防止ということで当社で行っております。今日は休業要請が解除された映画館も営業を再開しました。こちら券売機も1つ置きでないと使用できないようになっておりまして、そしてチケットを購入してみますと、このように席も1つ間隔を空けないと購入ができないようになっています。映画は別に1人で楽しみたいので、別に離れてても全然問題ないと思います。はい、映画は現在新作の上映が4ヶ月から半年ほど遅れていて、旧作や再上映の作品がほとんどだということです。カップルご家族で来た場合でも、やはり席を離してご鑑賞していただくような形になりますね。マスク着用だったり、うがい手洗いを万全にして、体調も万全にして劇場にお越しいただければなと思っておりますので。